一生の記憶に残るアイスダンサーになりたいです。アイスダンスをやりたい。と思ってもらえるようなカップルに、高橋大輔とのカップル結成の時、村元成中、金は小ここそ柔らかかったが、決然とした表情で語っていた。それは、同票となることで、簡単ではない。しかし困難に挑んでいく野心と覚悟をにじませていた。 タイミングがあった時のエッジの深さとか、めちゃくちゃ新鮮で、これはアイスダンスだけのものですね。二人でしか感じられないものだなと思っています。隣の高橋はそう言って、無邪気に目を輝かせていた。その好奇心と探求心で、シングルでは世界の頂点に立ったのだ。全日本選手権、村本高橋組は、 アンドクワット二人が一つになったアンドクワットと言える感触のある大会にできたのではないか ?12 月27日。長野。アイスダンスフリーの当日練習は不安が漂っていた。前日。村本が負傷した左足ハムストリングの状態は思った以上に悪かった。負担をかけないため。曲かけでの演技は回避。 午後の演技にはぶっつけ本番で挑むことになった。リズムダンスではデビュー戦となった NHK 杯を上回る67、83点を叩き出し、5人中2位に入っていたものの、2人は試練を迎えていた。朝の練習で、相当に痛そうだなと心配していました。村本成りなかちゃんは、なんとかします。 大丈夫って前向きで。自分が、しっかりサポートしないとな。とは思っていました高橋は言う。一方で村本も、その気持ちに共鳴していた。シ u in Heaven 天国で会いましょう4番目の滑走。演技の前に見つめ合った時、村本は、英語で囁いている。バレエ曲、ラバヤデールが、秘伝の物語で、 恋人同士が幻想の中で踊るときのセリフ。それは緊張するパートナーの気持ちを和らげるためのものだった。会場に入って、アップをしながら、高橋大ちゃんが心配して声をかけてくれて、朝の練習の時よりはコンディションが良かったし、踏ん張りも聞いたので、とにかく大丈夫って伝えました村元は言うが、万全なはずはない。 渾身の力を振り絞るつもりだった。冒頭。二人はコンビネーションスピンから無難に入り、ストレートラインリフトからローテーショナルリフトの流れは鮮やかで、11、51点と高得点を出している。ワンフットステップシークエンスでは、高橋のウェーブのかかった髪が風になびき、村元のティアラが明るく輝いた。 順調な流れだった。ところが、ステーショナルリフトで高橋が手をつき、その後のツイズルでもよろめいてしまう。漢字としては落ち着いていたんですが、ミスが出てしまって、ツイズルに関しては、11月の NHK 杯でもミスしていて、それが過緊張になったと思うんですが、何が原因か、感触は良かったので、 後で映像を見て確認するつもりです。かなり悔しいですけど。この経験を次に生かすしかないと思っています高橋は悔しげに振り返った。わずかな狂いがミスになるということか。それでもこれを集中して滑って、曲の高まりとともにフィナーレを飾っている。フリーは84。03点と得点が伸びずに3位だったが、 トータルで151、86点と2位で表彰台に立った。コロナ禍でのデビュー2戦目、直近の NHK 杯から多くの変更点があり、村元のアクシデントもあった中、9大点と言えるだろう。リズム、フリーを通して、大ちゃんが100%でサポートして、守ってくれて、 感謝しています村本はそう言って言葉を継いだ。課題はまだまだたくさんあります。どっちがどうというわけではなくて、アイスダンスは二人で一つなので、練習で出せても本番で出せないとか、ユニゾンは時間がかかるし、リフトはもう少し安定できるかなと思っています。改善を続けるだけだ。フリーダンス前夜、 マリーナズエワコーチから村元に電話がかかってきたという。やるしかないんだから、自分たちを信じて皆さんに演技を披露するの。素晴らしいゴールにたどり着くには、まっすぐな道はありません。全部、ぐねぐねと曲がっているの。綺麗でまっすぐな道は、地獄にしかたどり着かないのよ、それは。宿泊する二人へ最高の励ましになった。 乗り越えるべきものを乗り越えなければ、どこにもたどり着けない。挑戦者は一つになって、初めての全日本を乗り越えたのだ。NHK 杯と比べたら、見せるという面では進歩したかなというのはありますね。経験を積んで、表現できるようになってきているのかなと思います。何より、 なりなかちゃんとお互いを感じ合えるようになったのが収穫ですね。高橋は明るい声で言った。アイスダンサーとして気持ちが通じ合った手応えか。二人の距離は明らかに縮まっていた。動目すべき進化だ。日本でもっとアイスダンスが盛んになるようにカップル結成の会見で村元は語っていたが、今回の全日本ほど アイスダンスに注目が集まったことはないだろう。人々の熱は競技の水準も向上させる。それは再びファンに帰って、競技者との呼吸になるのだ。二人は、これからもまっすぐな道を行かない。曲がりくねった道を行く。次のオーディオビデオでお会いしましょう。